アウグスト3世イサスは、ポーランドリトアニア共和国の国王、ザクセン先帝公。アウグスト2世の唯一の着出子、母は王妃クリスティアーネ・フォンブランデンブルク・バイロイト。ザクセン先帝公としては、フリードリヒ・アウグスト2世と呼ばれる。数多くのイボ帝の一人に、フランス大元帥、モーリス・ド・サックスがいる。アウグスト3世は、 父アウグスト二世教権王の唯一の着室子として、1696年10月17日にドレスデンで生まれた。プロテスタントの教育を受けたが、父に習って1712年にカトリックに改修した。1719年8月、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世の娘マリアヨーゼファと結婚した。以降先定皇則位までほとんど政治に関わらなかった。 ポーランドのサルマティアスタイルの衣装をまとうアウグスト3世、1756年頃1733年2月に、父が死去すると、フリードリヒアウグスト2世として、ザクセン選定校に即位した。一方、選挙王政のポーランドでは、政務による国王自由選挙を経なければ、戦王の死死といえども、王位の継承が認められなかった。フリードリヒアウグスト2世は、 国事証書の承認で神聖ローマ皇帝カール6世の指示を取り付け、ロシア帝国によるクールラントゼムガレン広告への主張の承認でアンナ女帝の指示を取り付けると、1733年10月にアウグスト3世としてポーランド王に選出された。フリードリヒ・アウグスト2世は、ロシア軍の助けを借りて、スタニスワフ1世でシチニスキをポーランドを追い出し、 1734年1月にクラックフで退官。1736年6月にワルシャワで広く承認された。1740年10月にカール6世が死去するとアウグスト3世は皇帝ヨーゼフ1世の娘を人したこともあってマリアテレジアに敵対しハプスブルク家領の一部を請求した。しかし1742年には マリアテレジア支持への蔵替えを余儀なくされ、ザクセン軍は第二次シュレージエン戦争でプロイセン王フリードリヒ二世の軍勢と戦った。1765年当時のサスキ宮殿。宮殿の建物はその後次々と拡張され壮大な宮殿となっていった。1756年に勃発した七年戦争ではザクセンがプロイセン軍に侵攻されたが、ザクセン軍は ピルナ包囲戦で1756年10月に降伏を余儀なくされ、さらにワルシャワのサスキ宮殿に避難したアウグスト3世はザクセンを回復しようともせず、ザクセンは戦争を通してプロイセンに占領されたままとなった。1763年2月のフベルトスブルク条約で戦争が終結するとアウグスト3世はザクセンに戻り、同年10月5日に死去した。 息子、フリードリヒ・クリスティアンが、ザクセン選定校を継承するも、同年12月に休止した。これにより、アルベルティン・ケー・ベッティン・ケイは、ポーランド王位を失った。翌1764年、ロシア女帝エカチェリーナ2世の圧力により、スタニスワフ2世が、ポーランド王に即位した。ブリタニカ百科事典第11版によると、アウグスト3世は、政治の才能も興味もなく、 ポーランドを、ロシアの影響下に置き、ザクセンを大臣たちに任せた。音楽と絵画に興味を持ち、ドレスデンの美術コレクションを充実させた。ヤン・マテイコによる、左手にカップを持つアウグスト3世の肖像画1719年8月20日、アウグスト3世は、ドレスデンにおいて神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世の、娘マリアヨーゼファと結婚した。 夫妻の間には15人の子女が生まれ、うち11人が成人した。ありがとうございます。